東40条駅は中華人民共和国北京市、東上区に位置する北京地下鉄2号線の駅。駅番号は213。プラットホーム島式ホーム1面2線の地下駅。保安用としてホーム上に可動式ホーム柵を有する。ホーム上の壁面全体にはスポーツをモチーフとした絵画が展示されている。外回りの壁には夏を 内回りの壁には走行世界の題目がある。出口は AD の4箇所ある。案内状の乗り場番号は設定されていない。3号線未使用ホーム2号線のホームの下の木座橋に3号線用として建設されたホームがある。東40条駅の建設時に完成したものであるが、3号線の建設計画の変更により使用中与され、長期間使用していない。 2号線ホームにある未使用ホームへの入り口には簡易的な策しか設けられておらず警備員もいないので利用客が好奇心で未使用ホームに侵入することがあった。未使用ホームは非常に広く1980年代には東市場駅は北京10大建築に入るほどであった。未使用ホームは上司軌道交通列車車型の B タイプ6両が 停車できる前提で設計されているが、2016年に3号線建設が再始動した時には、A タイプ8両の車両を導入することが決定したため、ホームの規格と不適合となった。そのため、未使用ホームはコンコースとして改装し、3号線ホームは別に新しく建設することにした。近隣に北京工人体育場があるため、 北京中赤国安属級クラブの試合が行われる際は当駅としての利用客数はピークを迎える。ありがとうございます。